はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日はですね、無課金の方、美課金の方向けにですね、デッキ作ってきたんでご紹介していきたいなというふうに思っております。これなんでこのデッキを作ったかっていうと、新しいリミットレギュレーションの発表がありまして、でムーンライトがね、リミットかかってしまうということで、まあ、使えなくなってしまう人が多いんじゃないかなと思うんですよ。で無課金とか美課金の方でムーンライトを使ってる人多かったと思うんですが、新しくね、ハーピーを作ってきました。結構安く作れるし強いですね。はい、まあちょっとまた規制される可能性はまあもちろんあるんですけど、かなり遊べるかなと思うんで、こちらのデッキをねご紹介していきたいなというふうに思ってます。でギミックは対戦を見ていただければわかると思うので、入手方法からちょっと細かくね説明していこうかなと思いますね。でハーピーモンスター、まずチャネラー、それからハーピスト、それからパフューマですねと、ライトニングボルテックス、それから、ヒステリックサイン、ここまでですね。このカード、あと SC か。SC、それから大ガスエメラル。これは全部、ミニボックスの、このサインオブハーピーズっていうミニボックス。これを、向いていただければゲットできます。で、これミニボックスなんで、100パックしかないんですよ。で、一応3周していただくことになるんですけれども、3周すると、まあ、最高で、まあ、一番その、そこに眠っちゃったパターンですね。カードが。眠っちゃったパターンで1万5000ジェム。まあミニボックス一周するのに、5000ジェムかかると思うので、1万5000ジェムで、ミニボックスは3周できます。なので、集めていただくと、まあ、UR はねこれ2枚でもいいので別に、SR3 枚集まったら最悪その3周目は、まあ、リセットかけてもらっちゃってもいいかなと思いますね。で、その次、チケット、まずですね、R チケットが、まあ、たくさんもらえるんですよ。デュエルリンク2始めるとね、まあ、いろんなところでもらえるんですけども、その R チケットで、このホーリーライフバリア、これはゲットできます。簡単に。で、ハーピーの羽休め、これもゲットできます。なので、ここの4枚は R チケットを使ってゲットしてもらう。で、クシャク舞を解放するか、もしくはランク戦の R チケットで、この万華鏡っていう、このカードがゲットできます。まあ、クシャク舞さんのね、ゲットはまあそんなに難しくなくて、デュエルモンスターズのワールドを、ステージ10に到達させて、でデュエルワールドで、クジャクマンのレベル20にデュエルで1回勝利して、城之内克也を使ってクジャクマンに勝利するとゲットできます。マイさんはなんでそんなに難しくないですね。まあそれがめんどくさいっていう方はランク制の R チケット使ってもらって、これゲットしてもらってもいいかなと思いますね。で、カードトレーダー、カードトレーダーでこのハーピーレディの1が2枚ゲットできます。で、育ててクリボーっていうチケットがありまして、これはデュエルリンクス始めると必ず誰でもね、ゲットできるチケットなんですけども、やってれば、このクリボーチケットでこのヘッドジャッジングっていうカード、これをゲットできます。で、ほぼもうこれでメインパーツは揃うんですよ。であとは、まあ、おまけですね、あったら嬉しいなっていうエクシズモンスターがこの深淵とローチと、まあ、ヘッドレシーンっていうモンスターになってて、でこれは何かっていうと、このフォトンオブギャラクシーっていうミニボックスのエクシズモンスターになってます。これを、まあ、一周してもらうと一応揃うんで、まあ、これなくても別に戦いますけど、まあ、余裕がある人は向いてもらうっていう、これも優先順位は低いですね。あとでこの辺のパーツが全部集まってから、ジェムが集まったらゲットしてもらうっていう、まあ、しかもこれハーピー以外にも使えるんでね、ゲットしてもらえばいいかなと思うんですけども、これが大体まあ5000ジェムなので、まあ、全部でジェム1万5000って書いてますけど、エクシーズをゲットする場合は、まあ、ジェム2万ぐらいあればゲットできるかなっていう、まあ、そんな感じのねデッキになってますね。で使ってみた感じですね、まあ、若干ですね、バック除去が少し弱いんですけど、まあ、ただホーリーライフバリアっていうねライフを守るカードがいっぱいあるし、あとハビリティスカッチクラッシュの性能が非常に高いので、かなりね強いデッキになってます。デュエルキングレベルであればまあなれるかなと思いますね。まあ、ちょっとブルーアイズとかが多いので絆の力っていうスキルにしていて、これハビリティスクラッシュの打点をこのハーピレディ1と絆の力で3100にしてブルーアイズを殴っていけるようにしてますね。でこの絆の力に関してなんですけど、これはね不動優勢っていうキャラクターがレベル13で覚えるんですよ。で不動優勢の、入手の方法っていうのが、デュエルモンスターズのねワールドを、10に上げて、でキャラゲットミッション風属性のモンスターを合計で10回召喚すると、まあ、ハーピーが幸い風属性なんでね、これ10回召喚しまればすぐ手に入るんで、優勢君は簡単にゲットできるかなと。でレベル上げてもらえば絆の力がゲットできるという感じになってます。マイさんで使いたいっていう方はねマイさんで使ってもらって、ハーピーの狩り場とかにしてもらってもいいし、あとオラクルっていうね、ハーピーオラクルっていうカードがあるんですけど、これねこれ持ってる人は入れてもらってもいいかなと思うので、ちょっとね完成版の今月4月にデュエルキングになった、デッキ、まあ、完成版ハーピーっていうんですかね、これはまたちょっと別の動画で
まあ明日か明後日かあたりに出そうかなと思ってるんですけども、今回はとりあえずあの無課金未課金の方向けに動画を作りました。これを作っていただければとりあえず遊べますね。だいぶムーンライトを持ってて、まあ、次どれ作ろうって思ってる人はこれがまあ結構おすすめかなと思うので、よかったら参考に、組んでみてほしいなと、デュエルリンク楽しんでほしいなというふうに思っております。それでは早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、クジャ君、マイ選手、おっとハーピーか。マイさん見るとちょっとハーピーの感じするよな。あ、これ強いね。これはね、サインをホーリーライフバリアで捨てれるんでめちゃ強いですね。これ展開しようかどうか迷うな。まあ一応展開しますか。ハーピー相手だとね、先に結構ね、あの SC 立てると結構相手困るんですよ。相手が絆の力じゃなければ相打ち取るしかないなみたいな感じになるんで、結構出てきた SC を戻してあげるっていうことですね。基本的に意外とね、相手困ると思います。これ先にハーピーを出しておけば、これハーピーじゃなかったらちょっとまた全然違う解説になるんだけれども。さあハーピーレディースクラッチクラッシュを特殊感ザカード打ちませんと楽しろ。あのヒステリックサインはね、手札から捨てられると、エンドフェーズにね、ハーピーカードを3枚もサーチできるっていうのがぶっ壊れカードなんで、ライフを守りながら3枚サーチ入ると、これ非常に強い。あー、やっぱハーピーでしたね。なるほど、オッケー。これは万華鏡が持ってるかもしれないんで、万華鏡を持ってると相手の場にハーピーがいても万華鏡でハーピー出せるんですよ。なので、出てきたオラクルに対してなんか何らかのカードを発動するか、まあ、もしくは殴らせるかっていう感じが一番いいかなと思いますね、プレイング的には。でパピーマ効果でこれめっちゃ強いんですよ。これで、羽休めかな。で羽休め打ってくるんだったら羽休め、あ、万華鏡か、オッケー。羽休め打ってくるんだったら羽休めにチェーンして相手の SC を戻すっていう感じですね。もう一回出してきたらちょっと泣くけどまあでも相手のカードを結構使わせてるんで、まあしょうがないかなとは思いますが、まあ、先に SC を SC 出すんだ。なるほど、 SC 出してくると、相手魔法トラップ発動した場合必ずこっちに優先権が与えられるんで、あー、 OK、 これで、戻してあげればまあいいかなって感じですね。これで先に要するに相手がチェーンを挟む前にこっちがチェーンできるんですよ。で SC の効果は魔法トラップに直接チェーンしないと相手のモンスター戻せないんで、なんで相手が打ってきた魔法にチェーンするのが一番強いですね。 SC の使い方としては自分のカードにチェーンするんじゃなくて相手のカードにチェーンするのが一番強い使い方になります。はい、でこれでもう一回万華鏡を打ってきてもう一回出されるんだったらちょっときついですけど、まあホーリーライフあるんでまあ大丈夫ですから、ね、はい、羽休み OK です。これはだからね、相手はね SC 出さないでなんか何らかの魔法トラップカードで処すか、まあ、エクシーズして一回踏むかとかするしかなかったのかなとは思いますけどね。万華鏡を使わずに殴ってくるが正解かな。一応多分それが一番正解ですね、相手は。そしたら俺何もしないみたいな感じになるんで、で、ホーリーライフバリアの効果ヒステリックサインを捨てて、で、戦闘で破壊されなくなったという効果を発動し、さらにこのヒステリックサインの効果によってエンドフェーズに墓地に送られたことによってハーピーカードを3枚もサーチすることができると。ハーピーストでもいいし、まあ、パフィーマでもいいんだよな。まあでもパフィーマーの方がいいか。パフィーマーしてハーピースト捨てるのもあるんだけどな。パフィーマーでシンプルに手札をちょっと一回チャネラーはなんか一回持っとくっていう選択肢が結構ありますね。でパフィーマー出してチャネラー抱えてっていうパターンかな。はい、リセルさん来た。これはですね、パフィーマーから出してもいいし、パフィーマー出しが正解な気がするな。なんかでも光ってないし別にいっか。チャネラーでも良さそうな気がするな。チャネラーの方が一応多くは展開できるんですよ、モンスターを。これでパフィーマー出してこれるんで、あ、大丈夫ですね。でチャネラー効果、まあちょっとバック怖いけど若干光んない方が逆に怖いんですけどね。でパフィーマー特殊、これでいいですね。でパフィーマー効果、特殊召喚、特殊召喚、成功値効果、万華鏡を持ってくると、こっちの方が一応モンスターはいっぱい展開できるんで、で、怖かったらここでダイヤウルフ出して、ダイヤウルフ持ってる人はダイヤウルフも入れとくと、バック割ってから万華鏡で勝ちです。久しぶりに真面目に解説しながらデュアルレンクスやってきてるさ、めっちゃ楽だな、うん、やっぱ真面目に解説するって楽だな。なんか正直遊戯王ってなんか、うん、その何を考えてるかとかどういう風に展開していくかとか言いながらやるのが一番楽なんですよね。なんか適当に雑談してやるのが一番難しいんで、めちゃくちゃ楽です今日は
まあ一応無課金用のね、無課金美課金用のターンエンド、デッキなんで、ああターンエンドか、なるほど、インガ切断かな、スナウケチェックし、ああ来ない、おおなるほどね、まあインガだろうな多分、カードとしてサンブレでもない、なるほど、ね、これはね、展開するとインガ切断されるんで、まあこれは一回ホーリーライフでシステムサインに耐えてからの方がいいかなと思いますね。でホーリーライフバリアーがあるので、まあ、多分大丈夫だと思います。多分大丈夫でね、霊竜が一番きついんですよね。あのバックを割られるっていうのが一番きついんで、あ進化は全然いいんですよ。ライトニングボルテックスで分からせることができるんで、まあ、それは問題ないですね。で融合発動からの青眼青眼融合してツインバーストが出てくると、でブルーアイズで出てくるツインバーストはこれモンスター殴る場合2回攻撃できるんですけども、あのシンプルにダイレクトアタックは2回できるわけじゃないので、まあ、これはホーリーライフで耐えですね。ホーリーライフで耐え、はいどうぞ、いいです。でホーリーライフで耐えてインステルさえインステルと、でこれで、ライフポイント守りながら3枚サーチやれる。これがめちゃくちゃ強いんですよね。でもちろん持ってくるのはチャネラーと、ハーピストでいいかな。ハーピストと、もう一枚はまあもう一回パフューマでもいいんじゃないかな。まあ羽休めじゃなくてもいいですね。これはパフューマモンスターの方が強いかな。でこれで、相手の伏せが、まあ、インガ切断であれば、まあ、打たせるしかないかなといったところなんですけども、まあとりあえずチャネラー召喚して様子見ましょう。多分インガなんじゃねえかな。インガなんだったらモンスターを通常召喚、太鼓捨てられる時だけちょっときついので、あーオッケー、インガ切断を踏みに行く、踏んで太鼓捨てられてこれ除外される。太鼓強いな、まあ、じゃあライトニングボルテックス打つしかないですね。次のターン死ぬんで、ほっとくと、これ太鼓でレール出されてバックチョクされると死んじゃうので、ライトニングボルテックスでハーピーを捨てて、で相手破壊して、で出てくるのがレールで、多分ね次のターン死なないと思うんだよな。まあイニシエのルールとかあったら死にますけど、これねホーリーライフバリアセットするとレイリューが飛んできてあバック除去される可能性があるんですよ。だからここはもう魂のターンエンドして、ねライフ4000で耐えるしかないですね。これするしかないですね。これで次のターン死んだらこの解説が全部無駄になるっていうことなんですけどもそれだけはやめてほしい。このハンドからねワンキルしてくるのかな。青眼ってあんまりしてくるイメージないんだけど、2体こっから展開できないと思うんだよな。でオッケー、青眼ですね。で相手のハンドなんなのか、これで今霊竜がデッキ眠ってるとホーリーライフバリアセットすると霊竜の効果でホーリーライフ除外されるんで意味ないんですよ。あーそれは強いけど、いやそれは強いな。あーまあでも言うてこいつは墓地に行かないと意味ないし、効果モンスターしか無理なので青眼を変身させることはできないし大丈夫ですね。まあまだ知らないんじゃないかな。うわやべ、イニシエのルールだけマジでやめてほしいな。イニシエのルールだけ本当にこれ多分ねシンクロ召喚しても大丈夫なんですよ。死にはしないんですよね。もう一伏せあんの、伏せすぎじゃないトラップ強すぎるんだよな。やっぱねバック除去がねやっぱねちょっと課題なんですよこのデッキどうしても。いやースピリット、まあ受けるしかないですね。でこれは受けるしかなくて、これここからの銀龍の合法みたいなことされたらもうほんと泣くけどね、泣き寝入りするけどね俺は。バトルはいいですよ。でそれは受けるしかない。オッケー受けます。合法はちょっとやめてくださいね。あオッケー、まあ、それがやったらでこれでライトニングボルテックス引いて分からせるから。ライボル来い、ライトニングボルテックス、あー来ないか。まあまあでもホーリーライフあるんで一回もう一回踏みに行きましょう。もう一回チャネラーで踏みに行ってでサンダーブレックですね。オッケー了解です。サンダーブレックで、伝説のホワイトオブジレジェンドを捨てて破壊され青眼を回収していく。あないのね、はい了解です。これでまた耐えですね。これで耐え、さあ無限に耐えますよ私は。これデッキトップライトニングボルテックスだったらめっちゃ強いんだけどな。これねこれでデッキトップライトニングボルテックスだったら神ゲー起きるんですけど、ホーリーライフ1枚でやっぱりこのライフ守れるので、これがかなり強いですね。これ無課金の味方ホーリーライフバリアで青眼回収ですね。いいでしょう。いやこれライボール来たら熱いよ、かなりかなり熱いと思う。ライボール来たら
頼むから来てくれ。祭祀の効果で何が復活するんだ。白きれいり包丁の食ってからのあれかツインバーストは蘇生できるんだっけ。あ、正眼か。オッケー、了解了解です。まあホーリーライフバリアで対ですね。で次のデッキトップでライトニングボルテックスを引いて横にする。ほう、なるほど。うわ強っ、マジライトニングボルテックスなんだけど、これ本当に、いやーきついなこれ。いや こっから俺まくれんのか。ブルーアイズ2連打くる。ホーリーライフバリアもちろん打つ。でハーピストを捨てて、でこれで、ハーピストの効果は霊流、精霊流かで無効にされるって感じですね。あの墓地効果一回無効にしてくるんですよ、精霊流っていうのは。墓地で発動した、効果、カードの効果を無効にしてくると。でハーピストの効果を無効にしてくるので、まあ、これは読んでいました。はいはいはい、はい、しょうがないです、これはもうしょうがない。で次のデッキトップで俺はライトニングボルテックスを引いて分からせると、そういうことよ。自分の限界をドロー、いやーマジか、行くしかないですね。でチャネラー召喚で、これでもうバックはないんで一応邪魔されることはないですね。でチャネラー効果でハーパフィーマー捨てて、パフィーマーを特殊召喚かな、これは。でパフィーマーパフィーマー、まあ、幸いねハーピレディワンがデッキ眠ってくれてるんで、でパフィーマー効果でこれは羽休めしても打点で抜けないので精霊竜を抜いておきたいんですよね。万華鏡華麗なる分身を持ってきて抜いとくしかないのか。絆してでバウンスして絆して、まあ分身しかないですね。で、ハーピレディスクラッチクラッシュを出して2600からの2900からの絆で3100とですね、ハーピー、これも中内ないんですけども、ハーピレディスクラッチクラッシュっていうぶっ壊れモンスターはハーピーモンスターを中内できるという効果を持ってるんで、これでハーピーハーピーで SC を出していくと。で精霊流効果でゲイン、ああ対象に取られなくさせるって感じか。 OK 了解。そしたらもうこうしてゲイン流だけ抜いきましょう。銀竜だけ抜いて、でオルタナはオルタナは回収されるんで、これヘッドジャッジングで勝します。オルタナはもうこれギャンブルします。これはオルタナのヘッドジャッジングを決めないと負けですね、多分ほぼ。膝の力使って、これどっちにしても太鼓いるんで回収されるんですよ、オルタナ破壊しても。なのでこうしてこれでオルタナの効果をヘッドジャッジングするしかありません、私は。で当たんなかった場合はヘッドジャッジ戻すか、これ戻す方がいいな、これ戻した方がいいですね。これワン戻しましょう、これ当たる前提でいきましょう、これ当たる前提でいきましょう。どっちにしてもこれ外れたら負けなんで、ワンこうワンを戻して、でこれで当たる、大丈夫、当たるっていうか外せ、お前が外せ、外せ、よし、オッケー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 、魂した、よし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 よドラッグ入ってねえのか、ドラッグ入ってなかったらワンあるぞ、いやこれワンあるぞ、全然あるぞ、あと魔法カード発動すればいいんだろう、いやあるぞ、全然あるぞ、大丈夫だ、ドラッグもバーベリーを持ってない。無課金者か、あ強っ、ハーピーレディワン出してで羽休めよ、はい、でこれで2ドロー、墓地のハーピーモンスターを3枚戻して2ドローしていく感じですね。でこれで魔法カードの交換にチェーンしてオーケー、あぶねー、ドラッグオンバーミニオンは向いた方がいいぞ。カイバー、ジュダイさん、デュエルを楽しみましょう、ジュダイさん、デュエルを楽しみましょう、楽しめねー、楽しめねー、これワンポイント解説、猛毒の風、このカードがフィールド上に存在する限りお互いに風属性モンスターを特殊召喚できない、つまりハーピーレディは一切特殊召喚できなくなったのである、厳しい、やばいって、ハーピー相手に発動しちゃいけないカードなんだよな、これやばすぎるんだって、このカードこれほんまにやばいのよ。
風属性特殊ができないんでね、ハーピー出せないんですよね。もう、まあ、召喚はできますけども、やばいマジでこれは。しかもさ、バック除去入ってないんだよなこのデッキ。どないしよう、まあ、無課金構築なんでね、入れられないですよ。サンダーブレイクとか入れられないので、水出しでもぶん殴ってるしかないんだけど、これやばくないこれ。これどうしよう。あーでも2体並べてエクシーズガールが必要。2体並べてエクシーズ、風属性が出せばいいんだろ。だから2体並べてホーリーアイルで守って2体並べてエクシーズか。これだな、ダイヤウルフやっぱいるっすね。うわっ、きっしょ、レスラビ強そう。アナペレラどういうこと、誰、なにこれ、どういうことや、どういうことや。ロケットヘルモスキャノン、それ2回攻撃できるやつじゃなかったっけ。あれ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 、嘘だろ、どう